徳島と兵庫の青年農業者がお互いの作業現場の視察や意見交換などの交流を通して農業者としての資質向上につなげる渦潮農業青年交流会が先月28日に開催されました。視察の現場となったのは徳島市で鳴門金時を育てている藤原さんの農園です。現在25歳という若い農業者の藤原さんは徳島と兵庫から参加したおよそ40人の青年農業者に機械化された収穫作業の手順や美味しい鳴門金時を育てるために工夫していることなどを説明しました。やっぱりいいものができればそれだけ嬉しいですし、あと買いに、直接家に買いに来てくれる方もいますので、そういう方が美味しいからっていうふうな言葉を聞けるのがやっぱり一番やっててやりがいのある。徳島の温暖な気候と吉野川の恵みがもたらした徳島を代表する農産物鳴門金時。飯泉知事も収穫作業に参加し、畑一面に育った鳴門金時を収穫しました。これはいい気分ですよね。これだけで収穫しました。規模を増やし、また品種改良し、販路を広げていくんだ。そのためには、やはりしっかりと生活基盤ができるという意味で、やはり収入をいかに上げていくのか、そうした工夫というものをね、これは県はもとより国を挙げて、そして農業に対して将来に期待が持てるような、そうした体制をしっかりと作っていく必要があると思います。今がまさにチャンスだと思います。収穫の後は鳴門金時をはじめとする県産食材を使ったお弁当を食べながら意見交換を行いました。参加者からは農業への新規参入者に対する県の支援体制についての質問などたくさんの意見が出されました。新規収納、全く遅延も地盤もないような方々が農業をやりたいと言った場合に対して、どういった形で支えていこうのかなということをお伺いしたい。そうしたものも進めるとなってくると。これに対し泉知事は、農業支援センターでの支援体制や来年4月から専修学校となる県立農業大学校を紹介し、さらなる農業教育の充実を図りたいと話しました。県内の農業者が他県の農業者との交流を深めた今回、このような交流の機会を通じて意識を高め合い、徳島の農業のさらなる活性化につながることを期待したいですね。